はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。マリオギャラクシー、今ねどうなってる、 3D ワールドと同時更新になってるかもしれないんですけど、まだねスター60個集まってないんで引き続き行きたいんですけど、なんかね前回物語が本がねまた聞けるみたいな状態になってたと思うんで、こちらお話聞いていきましょうか。では始めるわね。第6章第6章仲間。おお。くつろいでるね。ある日のことです。アプリコットの香りの紅茶を飲んでくつろいでいると、これまたアプリコット色をした小さな星がゆっくり近づいてきました。おお。その星にはチコの仲間が住んでいました。あら、あなたもチコね。突然の訪問に女の子はとても喜びましたが、チコは少し不安そうです。おお、なんか仲良くできるかなみたいな。降りてきたチコは住んでいる星と同じオレンジ色。二人のチコは寄るわけでもなく離れるわけでもなく、じーっと相手を見つめています。僕のままだ。突然チコが切り出すと、オレンジ色のチコもオウム返しのように答えました。僕のままだ、僕のままだ。二人とも女の子の頭を引っ張って、どちらも譲らずといった感じです。ああ取り合いが起こったと。そのやりとりがあまりにも可愛い、あまりに可愛いので、女の子はおかしくて仕方がありません。笑い出しそうになったその時です。お、あ、いっぱい来た。アプリコットの星から後から後からたくさんチコが現れたのです。赤、青、オレンジ色に緑もいます。僕のままだ、僕のままだ、僕のままだ。大勢のチコが声を揃えると、ますます笑いがこみ上げてきました。困ったわ、こんなにたくさん子供が増えて。お腹を抱えて笑う女の子をチコたちはキョトンとした表情で見つめます。女の子は言いました。いいわ、一人一人名前をつけていきましょう。おお。チコたちの名前をつけ終わる頃には、明日にでも新しい家に引っ越しをしなきゃと女の子は思うのでした。ああ、広い家だったけどこんなにたくさんになっちゃったらさすがにちょっとっていう感じか。ああ、今日はここまで。それからどうなるんだろうね。それから今のなんかここの船にたどり着いたみたいな、そんな感じなんでしょうか。まあちょっとその辺はね、語られずみたいな。次回にみたいな、多分そんな感じなんだろうけど、じゃあちょっとね、どこだっけ、ロフトのもう一個上、ロフトのもう一個上やったっけ、なんかそこでねー、まあ残りのねステージ遊べるとのことですので、ちょっとそちら向かっていきましょうか。階段で上がる。で、腹ペコチコはもうねクリアしてるんで声をかけられることはありませんよと。よし、でここから上がる。おー、遠くにつながって、こっちもなんかあるけどな。あれ、ここでいいの。こんにちは、子供部屋ならここです。なんだそれ、子供部屋。なんか寄っちゃった。あ、ギャラクシー。コインがある。なんだこの不思議な空間。切り株とかもあるし。ヒップドロップできる。へえ、なんかいろいろ集めれる。いろいろっていうか、スターピースとかも拾えるし。で、このなんかお城みたいな。おー、ちょっと待って、ロゼッタいる。こんにちは。の。この星は、とても懐かしい匂いがするのです。おう、100年に一度チコたちと訪れることがとても楽しみだった。あなたの中にいるチコも、いずれ成長し、スターになります。あるものは惑星になり、あるものは太陽に、そしてあるものはパワースターになります。おう、私は彼らが生まれ変わる場所を、変われる場所を求めて共に旅をしているのです。それがこんなことになるなんて。ああ、クッパにねパワースター奪われてね。パワースター奪われるということはチコたちを奪われると、そんな感じか。ふん、あんたちょっとはママから信用されているように。ああ、これあれか、私の秘密教えてあげないってやつか。じゃあこれならどうかしら。お、ここのパープルコイン100枚すべて取れたら、あたいも認めてあげる。これはあたいのたちの力が宿るレッドスター。空中でスピンすれば空を飛べるし、 B を押しながら L で進みたい方向を決めれる。これでパープルコイン100枚取れたら、あたいも認めてあげるね。何だこれ、急に始まった。
フライングマリオになったジャンプ中にスピンをすれば空を飛ぶ。おお、はいはいはい、これで B で一旦止まることができると。で、あ、こういうこういう、ちょっと待って、取れてないすごいけど、こういう取りこぼしがなんか響いてきそう。全然スイーっていかへん。なんかでも水中操作に近い気がする。そんなことない？なんか泳いでるような。100枚か、ちょっと多いよな。これなんか勝手に解除されたりすんの？その辺は分からん。その辺は分からんが、ぼちぼち取っていくしかないので、この泡のやつってなんなら泡ついてるから取りやすいよみたいな感じやのに取り損ねてますもんね。で、こっちも拾って、お、ちょっとタイムが早くなってきた。タイムがっていうか BGM が早くなってきたけど、時間切れ？これもしかして。あ、戻った。あ、戻ってしまった。あ、でもこの辺にあんのか。はい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 。で、ふわーってして、うわー、すごい角度になっちゃった。さてちょっと視点が、あ、ちょっと今の飛びすぎやったんかな。で、こういうの、うおー、これ100枚きついなまあ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 、まあ、で、スターピースはぼちぼち出てくるのと、この辺は歩いて拾える。で、こういうの拾って、で、さっき取ったスターに関してはなんかあれなんかな、なくなんの？時間制限があるのは分かった。ただ回数制限はなさそうかな。なんかそれもう一回使えそうよね。で、ポヨンする。で、回収して、ワフーして、これは、あ、なんか復活したぞ、レッドスター。はい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 、っていう感じなんで、ところどころレッドスターがあるので、まあうまく使いましょうよと。そんな感じっぽいが、もう一丁行ってみる。うわー、なんかこういうなんかところぐるって回る操作めっちゃむずそう。これで向き決めて、おー、あいつも取りに行くか。なんか思ったより高く飛ばへんねやな。なんかこの赤いところに向かって進むっていうわけではなさそう。そんなことはない。ある程度目印にはなるが、さて影が怖い。今54、ちょっと向きがね、上下逆だとちょっとうって感じがしますが、今拾いつつ、ちょっとクリボさんこんにちは。まあこれはなんかシンプルに、なんていうの、なんか時間制限とか、まあ、レッドスターになってられる時間は制限あるけど、まあなんか回数制限とかはないので、まあまあまあ、なんか時間経てばね、勝手にできそうみたいな、そんな感じはあるが、あ、これで向き変えれんねや。はいはいはい。で、この辺拾って、こっちも欲しい。ちょっと待って。あ、取っちゃった。取っちゃった。いいか。おー。ちょっと待って、向き変えて、屋根の上とかもあるよね。こんな感じ？低いね、低いね。で、ふわってして、取れない。ちょっと高め、ここ、いや、もっと高めじゃないとダメなんか。ここ、おー、よし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 、結構取った。で、そこの屋根の上のやつ結局残ってんだよね。ちょっと待って、ワンナップした。で、これはここで向き変えれ、あれ、ない、変えれる。ああ、戻っちゃったか。さて、あいつ出てきた。そう、お金のやつ。いや、まあいいや。おーし、よし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 、それ取れたのでかい。で、キュイーンってして、ここ。ここ。ふわふわふわ、結構取った。あと19枚。ああ、そういうやつね。
こういうやつ残ってた、取れない。ふっ、あーぶつかっちゃうのか。ぶつかると止まっちゃうね。ふっ、うん、操作が難しい。操作難しいけど B でなんか視点をリセットできるのはでかい。あー止まっちゃう。やばい、制限がここ。よしで切れちゃうけど、もう一回拾う。あと14、結構来ましたね。ふっ、でこんぐらい上なんじゃない、もっと上か。ほらー、おー、いいぞ。で、こんぐらいかな。ふっ、ここ。よーし、よし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 。もう結構高いところのやつ取った。こういうやつか。あとは。あとこんだけじゃない?あと4枚。それと、それと、で、高いところのそいつか。よし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 。で、100枚ゲットと。おー。レッドスターが出てきた。ちょっと待って。それどうしたらいいの?取っていいの?なんかでも、秘密がどうのこうの教えてくれるみたいな言ってたの、話しかけてるみと。ふん、やるじゃん。やりましたよ。じゃあ、もう一度レッド補充して、で、このまま獲得と。あ、でも解放されんのか、そこは。うん。スターゲット。まさかこういうところに一個あるとは思わなかったんですけど。ああ、戻ってこさせられた。また上がらなあかん。ヘブンズドアギャラクシーの天の扉のパープルコインのスターを手に入れた。ギャラクシーコンプリート。ヘブンズドアギャラクシー。新しいギャラクシーを発見した。ここ。ああ。どんどん、なんかロフト、ロフトまだまだ見れてないけど、なんかロフトで新しいギャラクシーがどんどん解放されてる。よし、また子供部屋のところ帰ってきましたけど、腹ペコチコが確かに増えてる。これでも多分1200とかいるんじゃない?キラリンキラリン、ね、そこの人、スターピース持ってない?スターピース食べたいな。いっぱいいっぱい食べたいな。おぉ、1200個やっぱりか。ちょっと足りないんだよな。まあ、とりあえずペペペペってやっとくか。はい。もぐもぐ。もっともっと。ほんま食いしん坊やな。じゃあ、今度こ、あ、そこに返してくれるの偉い。なんかワンナップあったけど。あ、乗っちゃった。あのワンナップ気になる。気になるけど。ここはロフト、秘密の部屋。拾えるか見てみる。多分拾えんねやろうけど、どうやって拾ったらいいの。これ実はぐるって歩ける、歩けるわけではない。あー、なんかあるねんな。ここでなんかする的な、わからん。全然ノーヒントすぎるわ。じゃあまあロフトまだ行ってないんで、ロフト向かっていきましょうか。ここはロフト、秘密の部屋。おー、なんかすげえ外って感じ。なんか変なとこ来た。で、この人は相変わらずマップを見せてくると。何今のリストって。ちょっと待って、これ何。あー、なるほど、ここのステージでこんだけ取ったよみたいな、んでここはまだゼロだよみたいな、そういうのが載ってんのか。はい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 。うん、じゃあまあね、ロフトのステージどんどんやっていきましょうか。ちょっと順番にやっていく。ギャラクシーを発見しました。あれ、ここはボスのギャラクシーないのか。まあほんまに60になったらロゼッタのところに話聞きに行けみたいな、そんな感じっぽいかな。で、ここはダンジョンケイブ。これテレサがめっちゃいる。ダンジョンケイブ飛びましょうか。謎解き系のステージなんかな、ちょっとわからんけど。さて、ダンジョンケイブギャラクシー、幽霊戦の呪術師を倒せ。なんか変なやつ出てくるの。カメックでしょ、カメック。そんなことない。やっぱ魔法といえばカメックよね。
なんかすげえ煙出てる。ピッポンピッピッピッピー。あ、なんかそこにスターあるけど。ワンナップある、すぐ。それどうやって取ったらいいの？取れない。ちょっと待って。こんにちは。へぇ。ただいまバカンスじゃなくて調査中です。少々お待ちを。ただいま調査中。おー、三段ジャンプすればギリ届きますよと。なんでそれを駆使していけみたいな、そんな感じっぽいね。で、ここでコンペトはいただける。カニさんはどうだ、相手する必要あんのか。わからん、わからんが、ね、すごい大きいブロックある。まあシンプルに足場なんやろうけど、これはココナッツ、ココナッツ、ココナッツ。こんにちは、グースピー。ここを多分なんとかしろって感じよね、この扉。どっかからファイヤー持ってこなあかんのか。わほー、わほー。ちなみにカニさんにぶつけたりできるの？すげー転がってった。待って、カニさんこっち来てる。いやー、あー、全然なんか低空飛行しなかった。じゃあなんかそこに甲羅あるし、甲羅でカニさん倒してみるとか。ひょい、よしで獲得して、これは一旦泳ぐようか、一旦泳いでみる。とりあえずなんかあるでしょ、ないっすか。水中、いかにもな、水中の中に酸素補充しつつ、でも意外と水のところも少ないんよな。地上に来ちゃった。あら、カニさん倒す、カニさん倒したけど、そこのパラソルでなんか大ジャンプしてどっか行く的な。ワフー、ボヨン、ボヨン。言うほどボヨンしないね。真ん中でポヨンしてもなんもないか。あ、ちょっと待って、そこに宝箱ある。そこにあれか、ファイヤーフラワーが入ってるのでなんとかしろみたいな、そんな感じかな。うん、ぐらいしかないよね。ふんふんふん、よし。で、向きは今帰れない。ちょっと待って、まあまあすぐ近くなんでね、ぼっちぼっち取りに行きましょうか。すげえキラキラしてるもんね。キラー、あれ、ワンナップか。ちょっと酸素が、ということはここでもない。目的は、うわ、水中操作出た、水中操作水中操作のこの何とも言えない感じ。ワンナップはオッケー。ただワンナップくれたけど何もなかったよね。カニ倒してみる。じゃあなんか他にないよね、ないよね。うん、甲羅使ってドスンする。で、甲羅はどんどん無限に増えてくるから、無限に復活するので、まあ、気にせずにね、バンバン投げちゃいましょうと。よし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 、倒す、オッケーして、くるくる回りだしたあ、来た、スポッ。で、ここヒップしてくるりする。あー、カニ全部倒したらオッケー。そんだけのことある？わからん、わかーん。ギャーンギャンギャンギャン。こいつどうすんだっけ。キラキラぶつけるじゃなさそう。お、来た。出ないね。おお、これでいいのか。ただこいつはスターピックくれるだけよね。っていうか
これの存在忘れてた。これなんだ。え、発射できる。そこでいいの。なんか無敵のスターあるけど。ああ、っていうことは水中は単純にワンナップさせてくれるだけみたいなので、ここ飛んでみるか。無敵取らんかったけど。敵めっちゃ多い。なるほど、ここはあれか。うわー、ファイヤーある。これは多分あれなんでしょうね。痛い。あのスターを拾いながら飛んできて、で無敵を満喫してくれみたいな。そういう空間っぽいぞ。ワンナップして、ワンナップ、ワンナップすぐにくれるのいいですね。で、中入る。じゃあカニさんは別に討伐しなくていいので、こことかでいいのかな。やっふー、よし。来たぜ。よくもやってくれたな、さっきは。おお、違う、飛んでかないで。倒せない。よし、これで全部。静かになったね。静かになったし、ファイヤーがあるので、しっかりもらう。しっかりもらって飛んでいくと。うん、別に謎解きでも何でもなかった。何でもなかったが、こっち来て、でファイヤーボー、こっちもファイヤーボー、よし、2つつける。うん、これで奥に行けるようになりましたよと。すごいモヤモヤ、砂煙がすごいけど、出たな、カメック。待って、コンペド出てくる。あら、ちょっと待って、倒しとく。とりあえずやっといて、まあ、こっからが本番ですよって感じですよね。キノピオ隊もいるし、水中がまずはお出迎え。ワンナップは美味しい。そこで何してんの、そのブロック何。隊員が地底湖を調査しています。あ、ワンナップが出てくるだけか。ワンナップちゃんはコインが出てくるだけと。回復用やったんか。置いといてもよかったな。で、地上はなんか行けなさそう。月層がちらっと下の方に見えるけど、これ視点をこうやって変えて、はぁ、なんか上がり下がりしてるけど、なんかここをうまく登っていけみたいな、そんな感じっぽいよね。ただ上がるには、うん、これなんかどんどん潜っていかないとダメ的な。怖いねんけど。あ、でもなんかちょいちょい泡とかもある。あ、ミスった。月相がちょいちょい邪魔してくるの嫌だ。こっちって書いてある。ちょっと待って、酸素取りたいか。酸素取っておく。そっちやな、そっちっぽいけど。なんかヒントちょうだい、キノピオ。ちょっと待って、これなんだ。あ、なんかレバーある。これをガキンってしたいが、おお、そうやって開くのでいいのか。はい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 。で抜けて、ああ、無限湧きしてる。よし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 。でこっから上がればいいのかな。え、ちょっと待って、上これ閉ざされてるくね。あ、レバーある。おー、でガガガガ開けて、で、うっ、ちょっと待って、止まった。ふう、ほっと一息ついたが、はい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 、こっち側行けますよと。さっきのところからだいぶ離れてきてしまったけど、なんか繋がったりすんのかな。わからん。わからんが、サピス集めてコインがある。
そのコインは別にやけど、どうしよっかな。光、あ、今消えた感じするね。あ、そんなことなかった。こっちだぞって来て、あれ？あれ、光で消えなくね？なんか素通りしてきたんやけど。まあいいや。ショック進むか。で？お！なんだ？やっぱりお前かー。はい。え？バリアみたいなの貼ったけど。赤いやつは確かダメなんだよね。緑が甲羅でしたっけ？ここ何？あー、あれ当たったらダメなの。ちょっと待って、それ。追いかけたい。おー、止まってる止まってる。よし、ゲットして。ほい。ぶつける、オッケー。今緑出そうとしてたな。まあ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 。待ってれば撃ってくるでしょう。赤来て、で、ここでなんかできない。そんなことない？ワフーして、あっちー、ちょっと待って、あ、うん、あ、ステージ変えてった。うわー、3対1やだなー。それキココイン、コインありがとう、親切。すごいボカボカ言うてるけど、これどうしたらいいの。上がれるこれ。あ、ポールがそっちにあんのか。はい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 、やめてー。で、ヤフーして、とりあえずチビやっとく、チビやっとく、 OK で、そこコーラ出してくる。さあ、これはここ、あ、ここの状態で3回ぶつけろとか、そんな感じかな。とりあえずまだ倒せなさそう。結構狭いから、その炎危ないよ。さあ、で、緑コーラ出てくる。わーして、で、ほい、ぶつける、オッケー。お、2発でいいのか。2発2発か、まあ、結構耐久ありましたね。で、隠し持っていたスターをくれますよと。ありがとう。うん、まあ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 、なんかね、最初あのなんか大砲の存在ね、すっかり忘れて変なところ探しましたが、まあまあまあ、落ち着いてればこんなもんですよと。よし、じゃあちょっとね、この絶景のロフトからいろいろとね、行ける状態ではありますが、またね、次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。